パラシュラーマは、インド神話の大英雄、大宮ビシュヌ6番目の化身。彼はその神話最強の英雄の一人である。パラシュラーマパラシュラーマは聖戦であり、ビシュヌの6番目の化身であり、破壊神、芝の時期で死にあたる仙人である。アバターらとしての役割は、オゴったクシャトリアの殲滅である。インド神話に出てくる戦士は源流をたどると、このパラシュラーマに行き着くことが多い。 パラシュラーマの時期弟子は、ビーシュマ、ドローナ、カルナなどであり、マハーバーラタの戦争において、名を連ねるマルジュナの師匠も、ドローナであり、カルナ軍の戦士、アシュバッターマンもドローナの弟子かつ息子であるため、源流は、パラシュラーマになる。つまり、マハーバーラタの戦争で用いられた技の多くは、パラシュラーマ、芝由来になる。パラシュラーマは力を求めヒマラヤ山に登り、 シバに教えを受けた。そして修行中のみながら、アスラを倒したこととしであるシバとの試合にて、シバの額に傷をつけたことで、シバは大変喜び功績を認めて神器であるオノパラシュと免許改伝を授かった。その後、望んだものを生み出すお牛、カーマデーヌを盗んだ魔王カールタビーリア・アルジュナの千本の腕をパラシュで切り刻み退治した。その後、当マダグニ パラシュラーマが人を殺したことを責め聖地巡礼を命じた。だが生き残っていたカールタビーリーヤの息子たちが、仇討ちとして、邪魔だグニを殺してしまう。父の不法を聞きつけ帰ると、母は泣いており、父の死を悔やんだ母の嘆きの数である21回に、渡って、クシャトリアの大虐殺を行い、結果一時代からクシャトリアを消し去ってしまったのである。 パラシュラーマはインドに大乗事しどちらにも登場する。ラーマーヤナでは、ラーマが芝から授かった弓を折った音を聞きつけ、ラーマとシーターの結婚式に乱入し、月光し、ラーマと交戦した。その後、パラシュラーマは、彼が自分と同じビシュヌの化身であることに気づくと、己の無礼をわびて立ち去った。ビシュヌの弓、ビジャヤも持ち、 数々の英雄の手に渡ったやや奥義ブラフマーストラ、ブラフマーシラストラも、もともとは、パラシュラーマのものである。パラシュラーマは、自らの弟子であるビーシュマが自らに背いた時に、ビーシュマと戦闘をしているが、戦いは23日間続いた。その時は、地球にまたがり、真珠に馬車を引かせ、神を体にまとっていた、とされる。 そしてマハーバーラタジョジシにて現れるクリシュナに一度投げれば相手をすべて滅する恩恵の宿ったビシュヌのチャクラムであるスダルシャナチャクラムを授けたのもパラシュラーマであるパラシュラーマはカルナに教えを壊われ多くの技を授けるがカルナの膝で寝ていた際にカルナが足を蛇に噛まれてしまうカルナはパラシュラーマを起こしてはいけないと痛みに答えるがカルナが蛇に噛まれていることに気づくと その我慢強さからカルナが身分をバラモンと偽っていたことをカ破し、いざという時に死によって教えられた技が思い出せなくなると戦車の車輪が地面に埋まるという呪いをかける。それによりカルナはマハーバーラタの戦争においてアルジュナとの決戦の際に戦車の車輪が埋まり、技を忘れその隙にアルジュナによって殺されることになる。しかしそれとは別にカルナの武勇を認めており、 自らの持っていた最高の武器であるビシュヌの弓やビジャヤを与えている。その後、パラシュラーマはバラモン階級に自身のすべての武器を渡したため、年老いた頃には武器のほとんどを失っていたとされる。パラシュラーマは生涯においてラーマとビーシュマにしか敗北を喫していない。だがラーマと戦った時はすでに多くの武器をバラモンに分け与えており、ビーシュマと戦った時は 父と祖父の霊によって、ブラフマーシラストラの使用を止められ、さらには、ビーシュマに、パラシュラーマ由来以外の奥義を扱われ、眠らされ敗北をしている。この時ビーシュマは、創造神ブラフマーに、死であるパラシュラーマから習った、義以外を用いて、パラシュラーマを倒すことは死への冒徳であると止められて、いたがそれを破って発動している。その後、パラシュラーマは、ビーシュマを、 最高の戦士と認め、武器を授け免許改善を与えた。これ以降、ビーシ島は、高潔な人物として、マハーバーラタで語られ、マハーバーラタの戦争においても敵軍にも尊敬される、最高の戦士として葬られることになる。さらに一説によれば、ガネイシャの牙を斧で折ったのもパラシュラーマだとされる。パラシュラーマは大陸を創生するために、自らの神器パラシュを海に投げ捨てている。 また、ビシュヌの化身であるが、多くの人を殺してしまったため天には、帰れず、今もどこかで生きているとされている。現在でもパラシュラーマの生誕を祝うパラシュラーマ、ジャイアンティという祭りが存在している。そしてパラシュラーマが化身として行う最後の役割は、最後の化身であるカルキに技を伝えカリーユガの手助けを、することである。そのために伝えられる技とは地球を破壊する。 ブラフマーシラストラではないかとされている。インドの古武術カラリパヤットは、海藻をパラシュラアーマとする地域がある。そのためカラリパヤットは、ビシュヌ人から習った武術とされており、現存する最古の武術でもある。後に、少林寺験法や空手などの源流となっている。ありがとうございます。